こんばんは、いろのみキッチンです。太らないおつまみシリーズ3つ目はじゃこ天の卵とじ。毎朝食べてるじゃこ天ですが、こうやっておつまみにしてもめっちゃうまいです。それでは早速どうぞ。はい、ではじゃこ天の卵とじ始めていきましょう。まずは玉ねぎです。1/2個分、こちらを 2,3 ミリ幅でスライスをしていきます。あまり薄すぎるとちょっとしなしなってなっちゃいますので、このくらいの厚み目指して切ってあげてください。大体ですけど、なんとなく親子丼に入っている玉ねぎ、あんな感じのイメージで切ってあげればいいと思います。続いて日差し食品さんのじゃこ天3枚、こちらを3センチ幅くらいに切っていきます。このじゃこ天ほんと美味しくって、毎朝食べてるんですけど、もう全然飽きないです。ほんとこのじゃこ天大好き。ネギの青い部分ですね、こちらを斜めにサクサクサクっと切っていきます。これはもう彩りなんで、適当に切ってあげてください。これで湯豆腐と合わせて、ネギを1本まるっと使い切れました。はい、そしたら調理開始です。フライパンをチューブにかけて、水を 100cc、 続いてお砂糖1つまみです。そこに白だし、小さじ2加えていきます。 10cc ですね。続いてみりん同量の 10cc、 小さじ2ですね。はい、お醤油同じく小さじ2、 10cc 加えます。はい、一旦沸かしてみりんのアルコールを飛ばします。沸いたらちょっと味見をしましょう。はい、バラバラになるようにほぐしながら玉ねぎを加えていきます。じゃこ天も同じように加えていきましょう。ピカピカになるように全体をさーっと混ぜていきます。蓋をして中火で加熱です。この間に卵を2個割っていきましょう。卵の割り方ですけど、麺で割ってあげると殻が入らずにいいと思います。でここで卵はしっかりと混ぜてあげてください。ある程度とろみ切るようにね、手早く混ぜてあげてください。どのくらいで混ぜるかというと、意見の通りなので、ここはノーカットでやっておきしようかなと思います。こんくらいになってくれれば、まあ、OK っていう感じです。で、卵を混ぜ終えたら1分間タイマーです。ちょっと見てみましょう。じゃこ天がですね、ちょっとお出汁をつってふっくらしてますね。いい感じです。ここでネギ加えましょう。彩りのネギです。全体的に散らしてあげてください。ここに卵を加えます。僕がですね、生の卵の白身アレルギー持っちゃってるので、結構固めに閉じちゃいます。蓋をして中弱火かな。これで1分タイムです。隙間時間で後ろに聞こえてるかもしれませんが、洗い物なんかをやってます。はい、こんな感じでしっかりと卵に火が入りました。お皿を用意して、滑らせるようにね、スルスルスルって盛り付けてあげましょう。はい、こんな感じでじゃこ天の卵とじ完成です。美味しそうにできましたね。ちゃんと卵にも火が通ってて美味しそうです。はい、次回は白滝で作るミーゴレンです。お楽しみに。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の料理の PFC バランス表はこちらです。作り方は概要欄に書いてありますので、ぜひそちらもご覧ください。今回の動画が美味しそうだな、役に立ったなと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。コメントもお待ちしてますので、感想や料理のリクエストなどございましたら、ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。